ずんどこずんどこカルチャンネルカルタです。最近不思議な力が使えるとです、テレパシーが使えるようになったとです。この動画を見た人もきっと使えるはずです。僕は今テレパシーを使っとるとです。うん、動画ないんすよね、結局ね。そう、俺も動画ないわ。で、自分で企画考えてやるのもなんか、ああかとか考えながらやってしまうから。なるよね。で、結局、うん、カルちゃんが僕にお題をくれたら、うん、僕がその動画撮りますやん。ああ、はい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 。ああ、なるほどね。お互いネタを出し合うってことやね。だ、じゃあ俺が言うネタを山ちゃんがやる、うん、で、山ちゃんが提示してくれたネタを俺がやる。で、編集する。俺からじゃあ言わせてもらっていいですか。うん、オッケー。カルちゃんは、うん、切腹ドッキリみたいな。切腹ドッキリ。あ、トマトジュースでも赤いものを、うんうん、仕込んどって、それをパッてこうやって口から出る。あー、なるほどね。ドッキリやね。で、そこを編集から。あ、オッケー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 。それで店やってアップロードするみたいな。あ、いいね。まあ、短い動画でもいいんで、別に。うんうんうん。ちょっとお試し企画。お試し企画で、ちょっと軽くね。なら、俺からは、家の中で、あ、お風呂とかあかんか。お風呂？お風呂、下着の中から、ブラジャーが出てきたとか。ってことだ。なんかな。家の中からブラジャー出てくるでしょ、それ。いや、そう、違う違う。お風呂入って。いや、これもね、突然すぎて、ネタがまとまらない。ただ僕が言いたかったのはこれだ。まあ今回一発目なんで、とりあえずお姉隠し撮りして、うん、いきなりお姉になる。言葉の語尾がね、うん、お姉だったみたいな。うん、興奮したらお姉になるみたいな。興奮したらお姉。そうそう。そう、俺か。まとまりました。カルちゃんは血のりドッキリ、山ちゃんはお姉ドッキリ。はい、ということで今ね、今日も山ちゃんと電話で話をしてて、急にこういう話の展開になりましたが、明日動画を撮影して明日中にアップできるように、どんな動画が撮れるか楽しみにしておいてください。それじゃあ皆さんも家でいながら、楽しみながら今のこの状況を乗り越えていきましょう。それじゃあまた明日。ただいまテレパシーを送っております。何が言いたかったか感じていただけたら嬉しかとです。ずんどこずんどこカルチャンネルカルタです。いや、久しぶりです。昨日話が急遽出来上がりまして、一夜明けて今日です。今からドッキリの動画を撮っていきたいんですけど、いろいろね、昨日夜考えたんですけど、ドッキリカメラをね仕掛けてって難しいよねってな感じで、どうなるか分かりませんが、一人ずつ、今からドッキリを仕掛けていきたいと思います。それじゃあ行ってきます。ということで、ドッキリをぶちかましてやるんですが、久しぶりの YouTube 撮影、ちょっと緊張してるんじゃないのかい。ダブルメガネちゃんとしろよ。いや、それ本田圭佑でもせえへんで。テレパシーが届きましたね、皆様。感じてください、笑ってください。この時ね、何を言うのか考えてなかったの。だからコックン呼んで適当なことを言っちゃってる、やっちゃってる、ごめんなさい。テレパシー送ってますから感じてください。ここクリも出てる、煙が出てる。ここら辺りでちょっと早送りしましょうか。はい、ポチッとな。また滑った。さあさあ、あとはあんたのタイミングで切腹をしなさい。早く。何やってんの。何か怖い。切腹もしないで血を吐いてんじゃねえよ。水のように優しく、おやよい子だねでした。黒龍、大丈夫ですかって言いながら笑ってしまってるやん。でもちょっと
お尻は逃げ腰。いやもうこれもう気づいてるね。大丈夫ですか。いやでも一応大丈夫ですか言うてるし。それではコックくん一言どうぞ。今奈良の大和座で、自粛で待機しております。いやいやこれドッキリ失敗じゃないよ。テレパシーが伝わっただけなんです。では次は木洗うたいと思います。今度こそは頑張ってくださいよ。無意識にそういうことはできる。さあ気を取り直してレッツラゴー。娘役とかするやん、はい、娘役とかした時に牛赤源太とかの芝居でかんざしで喉をついて死ぬわとかあるやん、はい、これかんざしで喉つくやんだお前、はい、わかる、はい、ちょっとついてみ練習でな。痛いやろ、はい、痛いやろ痛いやろ痛いやろ。すでにお前が痛いからな。こグッていかな。もうおかしくなってる。おかしくなってる。もう自分が楽しんじゃってるじゃん。ドッキーでした。ビビった？ビビった？ちょっと一言言って。なんかガチでやられたと思いました。ドッキリとかそんな思ってなかったんで、すいません。なんかいかがだったでしょうか。今回は切腹血のりドッキリやるはずだったんですがね。VTR 見直したら切腹は一回もしてなかったことに気づきました。さあということで今回の動画はいかがだったでしょうか。皆様最後まで見てくれてありがとう。ずんどこ。そして里見直樹座長 NOWTUBE の宣伝です。皆様見てくださいね。知らんけど